はい、どうも、皆さん、こんにちは、こうへいでございます。ということでですね、まあ、今回もね、前回に引き続きまして、ラブライブサンシャインのですね、最新情報についてお話をしていこうかなと思います。まあ、前回はですね、フォースライブが東京ドームで開催がされることが決定したよということをですね、まあ、動画でお話ししましたけれども、まあ、今回はですね、サードライブ埼玉で引き続き発表された、まあね、最新情報をお話ししていきます。もうですね、動画のタイトルに書いてあります通りなんですけれども、ラブライブサンシャインのですね、劇場版についての具体的な、ことがですね、次々と明らかになりましたので、詳細をお話ししていきましょう。まずはですね、タイトルの方が、決定いたしましたね。劇場版、ラブライブサンシャイン、ザ・スクールアイドルムービー、Over the rainbow というですね、名前でございます。いやーね、名前も決まってね、本当におめでたいですけどね。まあね、このね、Over the rainbow っていうのはね、一体どういう意味を持つのかっていうのはね、ちょっと後でね、個人的にちょっと考察をしていきますけれども、続いてはですね、公開日です。はい、2019年の1月4日より全国ロードショーということで、来年のお正月、三が日明けてすぐです。はい、こちらもね、公開がされるということで、私はね、もう言うまでもなく、初日に、初回に、見に行こうかなと思っております。確か都内にね、日本一ね、早い、映画館が確かあったと思いますので、できればそこ確保してね、日本一早く、ラブライブのね、劇場版を見たいなとかと思ってるんですけれども、まあ、こちらのね、劇場版ラブライブサンシャインね、オーバーザレインボーなんですけれども、まあ、これね、オーバーザレインボーっていうのはね、意味的には、虹の先へとか、虹のさらに向こう側へっていう意味があるんですよ。まあ、つまりこれ、虹の向こう側へっていうのがどういう意味を指してんのかなっていうところなんですけどもね。まあ、虹っていうのがね、そもそも結構ラブライブにおいては、まあ、特にラブライブサンシャインがそうですね。結構象徴的なものとなっておりまして、君の心は輝いているかいとか、あれがですね、結構虹を意味しているんですよ。まあ、何せね、ミューズは一つの太陽としての、象徴でもありまして、で、アクアは水としての象徴があるじゃないですか。そんなね、太陽と水が、融合したものが虹じゃないですか。まあ、つまりは、君の心は輝いてる回は、まあね、アクアという、まあね、元に舞い降りた、まあ一つの虹なんじゃないかなと。君の心は輝いてる回がですね、まさに虹ですから、その虹の向こう側へってことなんで、何か裏の市場学院、もしくはアクア、下手したらミューズにですね、何か大きく関係があるお話になるんじゃないかなと、ストーリーになるんじゃないかなと自分は予想しております。まあおそらく裏の市場学院に何かあった話なんだろうと。少なからずアクアだけじゃなくて、なんかミューズも関わってくる可能性が個人的には、ちょっと濃厚な気がします。まあね、少なくともOver the rainbowと虹の向こう側へって言ってるってことは、アクアだけじゃなくてね、まあもしかしたらミューズも何らかの形でね、関与してくるんじゃないかなと、個人的にはちょっと予想を立てているんですけれども、まあ前回がですね、確か配給会社が松竹とのことだったんで、今回もですね、まあ多分配給会社自体は松竹になるんじゃないかなと思います。まあこれでね、もしディズニーが配給しますとかだったらね、ちょっと笑っちゃうんですけども、まあそれはさすがにないと思います。今回も松竹がね、配給すると思います。まあね、1月4日公開ということなんでね、本当に年明けすぐなので、下手したらね、フォースライブ、まあ、フォースライブがですね、11月に行われるんですけども、もうその11月の時にはね、何らかの前売り券情報が、おそらく公開されるのではないかなと。フォースライブでもしかしたら前売り券の情報がね、明らかになる可能性もありますし、もしくはもうそれ以前にね、前売り券のね、情報とかがいろいろと公になっているのではないかなと予想を立てていまして、何せね、僕はね、ラブライブの劇場版を、映画館でね、見たことが直接ありませんので、当時ね、どれだけすごかったのかっていうのはね、実感がないんですよ。ただやっぱり皆さんのね、話を聞いていると、前売り券とかね、ラブライブの映画がね、やっていた時は、本当に全盛期だったってこともあり、勢いがすごかったらしいんですよね。前売り券だけでももうやばかったらしいんですよ。なのでね、今回のラブライブサンシャインのこちらの劇場版のね、前売り券やら、まあ、とにかく劇場版っていうね、もう一大イベントに関しては、もうやばいぐらいの勢いがおそらくあるんじゃないかなと思います。いやーね、またね、前売り券の購入合戦がおそらく始まるんじゃないかなと思うと、まあ、私はね、初めてなんですけども、いやー、どうなるんですかね、もうお金がどんどん消えていくような気がしますけれども、まあ自分はね、公開されたら、まあ1月中は少なくとも週1のペースで見て、はい、近くに映画館ありますので、おそらくね、そこでもやると思いますのでね、週1のペースで見て、で、できれば9回以上は、10回ぐらいは、見たいなぁと考えてはおります。興行収入とかどれぐらいいくんですかね。ちょっとそれも気になるところでございますけども。まあね、1月4日ということなんでね、年明けすぐを狙ったってことなんで、年明けすぐってね、結構映画とかの需要があるシーズンですので、やっぱりね、その時期うまく狙ってきたかなと思います。劇場版がね、いつやるのかなっていうね、考察をね、ちょっと前の動画で出したんですけれども、なんとね、その予想も本当に当たっていまして、2018年の冬から2019年の春にかけて自分は映画が公開されるんじゃないかと、その動画で言ったんですけども、まさにその真ん中、まあ年明けすぐに映画を出すということで、いやこんなにもちょっと予想が当たるとは思っても見なかったんですけどもね。まあ何はともあれね、劇場版、まあフォースライブがね、その前にありますけれども、劇場版のね、公開も非常に楽しみでございます。まあ映画はね、もう絶対見ます。はい、初回は絶対見ます。はい、ということでですね、今回は、こちらのですね、ラブライブサンシャイン、ザ・スクールアイドルムービー、オーバー・ザ・レインボーの、詳細を、まあ、ちょっとね、詳細というか、まあ、まだね、PV は公開されてないんですけども、ちょっとね、軽くですが、情報をお話ししてみました。まあ、今はですね、サードライブのことを皆さん、意識しましょう。ということで、もしね、この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方も、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でした。バイバーイ。